注意点っていうかちょっと注目点を言います。まあ、ないでは、なかったっていう竹の、ね、でなくてっていうね手形のところ、それからなければ仮定形ですね。命令形に関してはあるものとないものとあります。それで空欄になっているところはないということです。まあ移行形っていう、あるいは推量のう、ようですね。終止形でのみ使うっていう。で次はます。もうますはね、最後のところにますればっていうのが、まあ丁寧な仮定なんでしょうけれども、ちょっと、オールドファッションですね。はい、で命令形のませ、いらっしゃいませのませですね。いってらっしゃいませ、ごめんくださいませ、これも古いですね。あんまり言うとこう驚かれるような、そういうところですね。それから対、希望の対で、たくないってね、でたかろうっていうのね、これもちょっと古いですね。さむたかろうとかね、おじいちゃんみたいですね。ちょっとからたかったたくて、何々したくてこうこうこうっていうね。でたいたい、でたらですね。たらあの過去形のたにらがついてますから、ここのところは、非常な後の方でもしかしたら取り上げてやるかもしれません。で、断定のだです。である、であるはだのもうちょっと古いパターンです。である、でまあ形容動詞って言いますが、な形容詞、な形容詞は名詞プラスだ、この断定のだですね。前回もうこういう漢字のこう、なるほどは言っておりますので、断定の方の、じゃないって言いますね。何々じゃない、ね、でだろうとかでしょとかからだった、これは小さいつだったでして、何々、これはそうですね、何々でしてもちょっとね、ちょっとっていう感じですね。それで、終止形がだですね、であるもありますよ。で、連体形はなですよ、これね。からですっていうね、ありますね。ここのところの、ね、なっていうのがね、次にも仮定形でならっていうのがきますね。もう、まあ、言っておきますと、過去のたらとそれからならが並んでおりますね。別にシャレじゃありませんけども、たらなら、そして伝聞、伝え聞く、誰かから伝え聞くっていう感じですね。ないないだ、そうだ、ないない、そうだ、そうです、そうだった、そうでした、ね、それから推定が2種類ありますね。1つ目は、まあ例えますね、例え、読みにくいかもしれませんが、英語もちょっと入ってます、欄の中に。
like なんとか、なんの、まあ、ようだ、ようですっていうことですね。で、ようだろう、ようでしょう。ようだった。で、ようでっていうね。ようにありますね。この、ようてって言わないね。ようで。で、ようだ、ような。またなが出てきてますね。ような、飯。ね、連体形ですから。で、ようなら。これもならっていうのが、さっきのダンテのだ。ようだのね、部分がこのならに。で、ようがプラスされているということです。で、推定のもう一つは、根拠のある。プジュン。ないない、らしい。らしいっていうのは根拠があるんですね。で、まあ、らしかった、らしく、らしい、ストップらしい、ストップ。まあ、先生が来るらしいっていうのは、あのどうやらもう教室の、廊下のところ あたりの姿を、見た生徒によると、あのもう先生が廊下を歩いてこっち向かっているって。で、それを聞いて、伝聞で、あの、先生もうすぐ来るらしいっていう、というようなあのことです。まあ、おまけに言いますと、らしい、ぽいっていうのを、あの、こう、スピーチで、あの、使う人、外国人の学生さんがいて、で、もう そこまでポイがあの一般的なものになってきたのかっていうところで、あのまあポイいいですよね、